い、蓮さん、早くだ早く。いや、どうも。お客さんはお待ちだよ。そうかね。参りました。あ、そう。どうも、お待たせいたしました。いや、ご苦労さん。これからはカラマツ越えしようと思うんだがね、一つ言ってくれないか。あ、お供させていただきます。お天気は大丈夫だろうね。ええ、大丈夫でした。今夜は黒部島にお泊まりになりますか。その予定なんだよね。ああ、よかったですよ。うん。漁師さん。ん？あの家は二、三日前、すっかり修繕ができたばかりでさ。おお、そういったことだね。お荷物は？あ、大きいリュックを一つ頼むよ。はいはい。それから君、なんかいるものはないか。だったら、ここで揃えていった方がいいよ。そうですね。じゃあ、わらじとマッチを一つ。おい、わらじとマッチを一つ。へい。じゃあ、ぼちぼち出かけましょうか。まあ、お茶一つあがんなさいよ。ああ、これはどうも。なあ、デンさん。黒菱小屋の付近で山芋が釣れたろ。そうですね。手次第ですか。魚たくさんいるそうですよ。じゃあ大丈夫だ。腕の方は確かなんだが。どうだかね。じゃあ、おやさん、いろいろと。ありがとうございます。どうも行き届きませんで。お帰りにはまた。ありがとう。じゃあ、先生、お気をつけになって。いや。生まれたな、うん、普段の心がけがいいからだよ。あ、行ってくるよ。いらっしゃい。ごきげんよう。おう、ちょっと待てよ。移すから。あ、歩いてていいんだよ。宿の方へ行ったぜ。なんか忘れ物してきたかな。先生。おい、なんだい。お電話でございます。誰に。スタキル先生でございます。スタキル。おい、電話だった。ちゃ、やなっちまな。これ持っててくれ。ちょっと行ってくるから待っててくれ。ごめんくださいまし。宿の人が先生って言うから、あの方は学校の先生かと思ったらお医者さんですかね。うん、しょうがねえな。少し戻ってみよう。
もしもし、もしもし、あの僕二切り、あ、そう、いや、かまん、承知しました。先生、なんか急用でも。おい、電話はどっからだ。病院からだよ。なんて？すぐ帰ってもらいたい。もちろん断ったんだろうな。いや、帰ることにしたよ。帰る？おい、本当かい？冗談じゃないよ。せっかくここまで出かけてきたのに、一体何の用なんだい？流行性脳炎の患者が入院したんだよ。なんだ。じゃあ何も君がわざわざ帰らなくても、病院には他にいくらもお医者さんがいるじゃないか。それがね、そうはいかないんだよ。流行性脳炎は全の研究所長から引き継いで、僕が主に受け持ってるんでね。じゃあどうしても帰るのかい？君にはすまないけど、まあ山目でもたくさん釣ってこいよ。おじさん、車は？あ、お帰りですか。リザイ君、はい。こっちの物置の体温測った？いいえ、まだです。じゃあすぐ測って気にするかな。だね、そんな手つきじゃ。はい。頼まれてきゃ仕事はできないよ。はい。ねえ君、はい、それから2号のメスソースは別々にしといて。はい。北君、これも別にして新しい番号つけて。はい。片付いたわね。今朝消しを取ったままに道東の気がするから支度ついて。はい。ねえ、あんた馬好き？うん。そうね、私牛の方が好きだわ。え？だってまだ食べたことないんだもん。バカね。そんなこと聞いてんじゃないのよ。
だって。ねえ、うん、大変先生、登山服なんか着たわよ。そう、どんな格好？早速もらったよ。ちょっと見てくれかな。行きましょうよ。あら、及川ですよ。ごめんなさい。よ、結果のところをどうもすみませんでした。何で患者は？あ、3号室と8号室の患者はずっと同じ状態なんですけど、手術の疑いで隔離病室で手術した少年が手術じゃなくて、こうどうも脳炎らしいんです。じゃあすぐ例の血清をやってみる方がいいね。はい、それがですね、実は診断のことです。ごたついてまして。どうして？はあ、初めから話さないとわからないでしょうが、今伝染病室には患者が多くて人手が足りないんですよ。うん。で、研究室の及川八さんが応援に行ってたんですが、その少年を扱ってるうちにどうもこう流行性脳炎らしいと感じたんですね。ブルートの単純培養はしなかったのか？いや、やったんですよ。それがネガティブだったもんですから及川さんは不思議に思いましてね。うん。で、脊髄液を取ってきましたから、僕が動物検をしてみたら、マウスで10匹のうち2匹に兆候が現れたんです。うん。ところがそれを聞いて伝染病室の沢村さんがカンカンになって怒っちゃいましたね。どうして？つまり自分に相談なしにそういうことをするなんてけしからんというんです。断らなかったのか？それじゃあ沢村さん怒るのも一応はもっともだな。ああ、そうなんですけど、何怒るほどのことじゃないんですよ。何か他に訳があるらしいんですが、大体あの人が少し偏屈なところへ持ってきて、いかがつなんか変わり者だから話がこじれちゃって。しかし患者の手当てをさせないというわけじゃないんです。ところが僕が言って断られたんですよ。それじゃ少し無茶だな。ええ、そうかと言って放っておくわけにいかないし、実はそれであなたに電話したんです。そう、とにかく行ってみよう。鈴くん。はい。後でいいから、コルタの洋服と僕のアパートに届けて。伝染病室の沢村先生つないでくれ。はいはい。はい。ちょっと待ってください。はい。沢村先生。先生。お電話です。研究室の二人で先生が今忙しいから。あ、もしもし、沢村先生は今ちょっと手が離せないんですが。あ、どうも。高性能への話まだもたついてるんですよね。ねえねえ、私ちょっと聞いたんだけど、沢村先生、及川先生に CD で作ったことあるんですよね。本当？うん、それ以来どうも二人の間に時々摩擦を生ずるんですってさ。すごいや、二人ともまだ独身ね。
あれで相当な年でしょうね、二人とも。あ、二木先生よ。診察かしら。いや、今藤本君から聞いたけど、どうして沢村先生に一言断らなかった？お断りしようと思いました。ちょうど沢村先生大変お忙しそうでしたから、後でお話してもいいと思いまして、とりあえず検査をしてみようと思うんですから。しかし君は研究所の方から手伝いに行った人間なんだから、病院の方であんまり出過ぎた形になるのは死んでもらわなきゃ困るよ。申し訳ございません。でも私のいたしましたことは、患者扱いますべては正しいことだと存じております。それは正しいことかもしれない。しかしね、君、物の順序と立場をよく考えて行動してくれなきゃいけないよ。はい、じゃあこれからよく注意してくれた。看護室と8号室は後で見よう。今ちょっと伝染病室行く。一緒に来たまえ。はい。何かご用ですか？ちょっと問題の少年を見せてください。松田君は事情を知ってるんですか？聞きましたよ。及川君のことでしょ。あれは今後十分注意させますから。君はひどく簡単に言うけれども、僕の方じゃ大変迷惑してるんですよ。どうしてです？どうしてって考えてみたまえ。無断であんなことされちゃ、何か僕の方に手打ちでもあったように思われるじゃないですか。ごもっともです。しかし話を聞いてますと、別に悪意があってしたことでもないようですから。悪意？悪意があってやらせちゃたまらないよ。しかしですね、あの女はどうも普段からオールドミスの悪いとこばっかり発揮して、やることが全て不愉快。こういう際に十分懲戒を加える必要があると思うんですがね。それはそういう必要もあるかもしれません。しかしそうした問題は後でも解決のきくことですから、それよりも先に手当てを急ぐ患者の方を先にしたいと思います。もし脳炎でしたら僕の責任ですから。しかし僕はこの話のつくまで待ってもらいたいな。年長者のあなたに向かって大変失礼な言い草ですが、相手はたかが女ですよ。あまり感情的にならないで、もし手遅れになった場合のことを医者であるあなたの立場から考えていただけませんか。
ねえ君、内科部長の許可を得てきたろうね。もちろん得てきました。じゃあちょっと見せていただきます。お君。はい、お願いします。やっぱり市民性の縁らしいです。君、すぐ血清の注射をするから藤本君に電話かけて支度をしてもらってね。なんだ、君まだ帰んなかったのか。あの少年はとうとう助からなかったそうでございます。かわいそうなことしたよ。私本当に申し訳ございません。何、君の責任じゃない。病院の方で何とか言ってるそうだ。気にすることはない。は。研究所の方としては最善の手段を講じたんだ。
ください。あ、アイスクリーム。じゃあ帰ったらそう言ってください。山でね、8ミリを2巻ばかり撮影したから見に来るように言って。あなたもよろしかったらどうぞ。じゃあお願いします。しかしそれがですね、病院と兼務でも研究の方はできるじゃないか。しかし臨床の方をやっておりますと、どうしても研究の時間を捉えますし、でも今度のようにゴタゴタした上に一人も助からなかったなんてことになりますと、私としましても責任上何とか態度を決めませんと。早期に堅苦しく考える必要はないよ。大体流行性脳炎そのものがまだ病原菌すら発見されておらんのじゃから。ですからこの機会にもう一度研究室にこもって病原体と血清の発見に全身没頭したいと思うんです。どうか先生からも所長へお口添えがお願いしたいんです。君がそれほどに言うなら所長には私から話をしてみよう。まあ大いにやっていたわい。ありがとうございます。どうもあまばっかり申し上げて。いや、じゃああんまり長くお邪魔して先生のお体に触ると。まあいいじゃないかね。そう病人扱いされるのは面白くないね。大丈夫だよ。そうそう、いいものをごちそうして。わしの丹精したメロンがなかなかよくできた。お呼びでございますか。冷蔵庫にそら坊主が2つ入ってるだろ。はい。大きな方を切ってきておくれ。はい。先生お一人でお手になったんですか。いや、農大行ったら上にちょっと手伝われただけだよ。それじゃあうまくいくわけですな。君、手伝わせるといえば専属の助手に及川発を使ってみちゃどうかね。及川君もですか。わしは長い間助手に使ってよく知っとるが、なかなかよく働くよ。それは私も認めてますが、一面冷酷だとか意地が悪いとかいうことをよく聞きますんで。少し潔癖すぎる性格でね、一徹な女だから時々誤解を受けたりすることもあるが、一部で言うようなそんな嫌な人間じゃない。実に誠実な女だよ。しかし使うのにだいぶ骨が折れますな。骨の折れるくらいのやつが役に立つんだよ。モルモットやハツカネズミの飼育はうまいし、特にモルモットの発情を見分ける鋭敏さでは及川発の身に出るものは研究所にも今ちょっとおらんね。じゃあ使ってみましょうか。まあ使ってみたまえ。本人もこの際だから喜んで働くだろうし、君の研究もきっとはかどるよ。ああそうそう、来た来た。そういう一つ試食してくれたまえ。ああなかなか見事な出来だぞ。早くやってくれた。うまいよ。
何？名前知ってるわ。ち、姉さんのお父さん、自分ばかりじゃないか。来てくれたよ。ああ、とも行きたかったですね。誰だ？ダメなのか？ダメじゃないか。あ、ごめんなさい。フェリーさんがいらしたもんだからね。あ、そう。あ、いらっしゃいませ。いや、お先。こんばんは。どうも遅くなっちゃって。いや、うちの担当席がどうもうるさいんでね。今始めたんだけど、後でもう一回やるよ。こんばんは。うん。これ、ケンちゃんの好きなもん。サンキュー。母さん。まあ、どうもすみません。結構なものいただいて。いや。じゃあ、やろう。ちょうどこれから山のとこなんだよ。あ、そうそう。あ、どうぞ。じゃあ、私も拝見させていただこうかね。どうぞ。フミヤ、お前を見せていただきなさい。はい。ああ、フミヤ、電気してくれ。はい。お、回そう回そう。はい。ああ、あの、さっきの初めからやるんだよ。はい。なかなかいいフミヤ、いいかい？はい。本当に良さそうな人ですね。ああ、兄さんどう見ても3枚目だね。ああ。剣坊、ここは海抜6000弱だぞ。本当に兄さん登ったの？うん。見ろ。ほら、ちゃんと映ってるじゃないか。これが黒菱って小屋なんだね。そう。スキーのシーズンにはここが満員になるそうだよ。芸術写真だね。これだね。兄さん、テープ撮ったわね。これでおしまいだよ。フミヤ、電気つけてくれ。はい。あとは？あとは曇ってダメなんだよ。惜しいですね。フミヤ、お茶の支度して。はい。あ、春江さんもね。はい。君が帰らなきゃ、もっといろいろ面白いとこ撮れたんだけどね。残念だったな。はぁ、何しろ一人じゃね。さっきも藤本君と話したんだが、お医者さんは旅行には誘えないね。しかし、そのためじゃないけどね。僕は今度、病院との兼務をやめたよ。そうだってね。そして40いくつかのオールドミスを受診したそうじゃないか。君、もう喋ったのか？オールドミスって何？あ、母さん、剣坊もう寝る時間でしょ？だい。ダメですよ、もう寝なくちゃ。さあ、いらっしゃい。ごめんください。どんな人だよ、その人。どんなって、とにかく40何年独身で通してきたという女だから、それはどことは変わってるよ。まあ、いわば牧籍の女だよ。うん、僕はその牧籍に年頃の娘があるなんて聞いたことがあるんだけど。それはみんながいろんなこと言うよ。それでいて誰も本当のことは知らないんだ。
40何年一人で暮らしていた女となるとなんとなく神秘的になるからね。どうぞ。ありがとう。ごちそうさん。さあ食べない。そんなこと言い出したの。ねえお母さん、研究所で何かあったんじゃない？別に何もありません。隠してるんだわ。エリコ、お母さんの顔色読むのとても上手よ。まあ、だからそんなこと言い出したのね。そら、やっぱり何かあったんでしょ？先生のご親切で有島先生のことと同じように専属で働けるようになった。そう、そんなええけど、エリコ随分心配しちゃった。大丈夫、あんたは何も心配なんかしなくて。でもエリコ働くのはいいんでしょ？そりゃいいけど、お母さん実はそのことで考えてるところがあるの。そう、エリコどっか働くとかあるの？もう遅いからその話は明日にしてほしい。ねえ言ってよ、早く働きたいもん。まあ今晩はお休みな。あんた疲れてたの？お母さんまだ休みなの？もうでき。じゃあ私もお手伝いしましょうか。あんた今手洗ったとこでしょ？いいですよ。そう、じゃあお先に。及川君は森本さんの方ですよ。呼んできましょうか。ああ、いい。ねえお母さん、
この先耳が悪いの？あんたの耳に黒いものが塗ってある。それはトールさんよ。あの、よく塀なんかに塗る？そう、そうやって毎日同じところへコールさんを塗って刺激を与えると、そこへガンが出てる。かわいそうね。研究のためですからね、かわいそうだなんて言ってられませんよ。最初に注射しました中から中半身麻痺状態になったのが8匹と、発熱興奮状態のが14匹おりますが、その後の経過をなるべく詳しく記録しておいてください。それから今そこで見慣れない女の人とすれ違ったんだけど。そうでしたか。私の娘でございます。君の？はい、お断りをしませんで失礼いたしました。実はモルモットの体温を測ることだけでも教えておきたいと思いましたもんです。モルモットの体温？はい。そうか。しかし君にあんな娘さんがあるとは知らなかったな。綺麗な娘さんだね。モルモットなんか言わせるのは気の毒じゃないか。でも私に毎日のことがございますと、誰もあれを見てくれるものがおりませんので、何とか一人だけでも食べていけるようにと思いまして、急に思いついて連れてまいったのでございます。なんていう名前だね？エリコと申します。着物のエリ、あの字を書くんでございます。終わってるね。しかし、いい名前だ。何ですか。エリコ、エリコって呼んでおりますし、何とも言えない可愛らしい名前になったのです。いろいろお世話になってるご親切な先生。あら、さっきもご挨拶してしまいましたね。お母さんのお手伝いをするのはいいが、ねえ、おいちゃん、この仕事も続けてさせるんだったら、ちょっと事務の方へ通しておいた方がいいよ。まあ、この子の様子を見ましてお願いするつもりでございます。しかし、こんな仕事は若い人のすることじゃなさそうだな。どう、興味持てますか？でも。でも何？退屈しそうですわ。エリコ、何を言うの？よう、本当だよ。退屈するに決まってるよ。何しろ、モルモットの世界で、人間の世界じゃないんだからね。でも先生、人間の世界の方がもっと退屈じゃないですか。及川君らしい考え方かな。一番好きなのよ。そうです。まあ、意地悪ね。
だけど結婚もしてない及川さんに娘さんがあるなんて不思議ね。あの人独身でしょ。そうよ。若林、そんなことはこの世の中じゃどうも不思議じゃないですか。結婚なんかしなくたって子供は生まれるよ。いやなおじさん。相変わらず想像しいね。でもね先生、ビッグニュースよ。分かってるよ、及川の娘だろ。あら、もう知ってらっしゃるの。若い委員たちもワイワイ言ってるよ。だがあの及川ハツという女も下食ったもんだね。あいつのためにね、ちょっとしたことによってこの研究所を追い出された看護婦だの女子は5、6人になったろ。ああ、しだい女だね。風紀風紀って自分のことは棚に上げてすまーしてやん。まあ今にキュッと見ました。あ、熱い熱い。女って口のうるさいもんですね。うん、いや男の金棒引きはもっとうるさいよ。しかし及川ハツみたいに人情から遠ざかったような女に娘があったってことはなんとなく明るい気持ちになるじゃないか。明るい気持ちですか。あなたがその明るい気持ちになったという理由の中にあの娘が美しかったことも入ると思うんですがね。君は今日嫌に批判的だね。はあ、そうでもないけど。しかしまあああいう美しい娘が出現してみんながいろいろ言ってる際に君だけが冷静になってるというのにはなんか訳がなくちゃあんないね。あれ、今度は僕の方へ立ち上がってきましたね。いやしかしそれは痛くない腹を探るといったんですよ。そうは言わせないで。及川君が看護婦たちにはっきりエリコは手綱仕事だって明言してるそうだね。それは僕にも言いましたよ。エリコの父親は風のようにして風のように失った風来坊だって。どうしてわざわざそんなこと言うんだろうな。自分の娘の肩身を狭くするだけなのに。どこもあの女は変わってるよ。じゃあすぐ解剖してくれたま。脳は入剤に移った。今度来たマウスに接種して血清の中和力をテストしてみようじゃん。あ、やりましょう。マウス何匹でしたっけ。16匹だ。じゃあ8匹だけ早速やらせておきましょうね。先生。どうしたの。
38号のモルモットが13号のムダコ今朝は3匹とも食べちゃったんですけど、何かに驚いたんだろう。別の小屋を分けてくれた。私なんだか気味があるって。じゃあ僕も一緒に行ってあげよう。時期慣れて何でもなくなるよ。控室の黒板に私とお母さんの悪口が書いてあるんです。なんて。あの意地悪ばあさんの子に引きずる。だから研究所の女は嫌になるんだ。しかし誰が何と言っても気にしない方がいいよ。その代わり男の先生たちにはとても人気があるんだ。でも二人先生には僕かい。だって大好きだよ。どうですか。谷先生のおなぎは有名ですよ。そうそうか。あいつはどうなったね。しかし、おいかあいつだけはってくれた。だから安心してたまえ。ありがとうございます。でも、ね、今のことお母さん黙ってくださいね。あ、よしよし。エリコ。何です。まだお目にかかって行く日もならないのに先生向かってそんな慣れ慣れしく聞く必要がありますか。お母さんに言えないのかって何です。何を申し上げていたんですか。何を申し上げていたんですか。いや何でもないことなんだよ。勘弁してやったから。エリコ、何でもないことですか。何でもないことならお母さんに黙っててください。先生にお願いする必要はない。まあそんなに笑ったっていいじゃない。いえ、この会話を聞いてさせませんと何もわからないんです。あのエリコ、失礼だ。何を話していたんですか。隠さないでお話しました。何でもないことありません。言えないんですか。お母さんに言えないんですか。いや、言います。おっしゃ。返してる黒板にお母さんと私の悪口が書いてあった。お母さんが腹立ったりするときあると思う。本当ですね。じゃあお母さん行ってみてきます。どうした方がいいわ。いや、君たちは知らないんだよ。僕だってその頃はまだ学生だったが、有島博士が専属の女女子を特別に可愛がってたという噂は随分聞いたもん。その女子がつまり我が師の及川八さん。だからあの娘の父親が有島博士だと
僕は推定するに。とにかく自分自身そうした不信仰をしておきながら、君たちのちょっとしたことを口やかましく言ったら追い出したんですよ。けしからん。まあ折があったら君たち聞いてみたまえ。やっこさんおそらく面倒に困るから。でもまさか私たちからそんなこと聞けないわね。そうね。じゃあ折を見て僕は質問してやる。田村先生、今おっしゃってたこともう一度はっきりおっしゃってください。家と言うなら言ってもいいわね。先生、私が何もかも構わないでエリコを手伝わせてもらって正直に言ってますのに、あなたそれでもまだ足りないんですか。男のくせに弱女二人の悪口や陰口って、それであなたいい気持ちなんですか。それに人もあろうに有島先生にまで忌まわしい恥を投げつけ、あなたどこで働いてらっしゃるんです。あなた有島先生の教えを受け、有島先生の研究所に働いてる。先生のご恩もお考えにならないんです。あなた卑怯です。あなたが考えまして、ことごとに私の悪口をおっしゃるわけ、一度皆さんの前で言いましょうか。言いましょうか。まあまあまあ、それだけ嫌、あんたも気がするんだろう。まあ我慢して、我慢して。ほっといてください。まあまあ。いえ。あれは誰が書いたんです。誰が書いたんです。私たち親子、あなたたちにこんなこと書かれる覚えはありません。もし言いたいことがあったらこんなことしないで、堂々と所長さんのところでもどこでも申し出てください。こんな泣きなきなきいいか、有島博士が亡くなられた。え、有島先生が、本当でございますか。まだ公表はされてないが、さっきこちらへ知らせがあったんです。君は長い間博士の助手をしてたし、お宅の方の様子もよく知ってるそうだから、ご苦労だが、すぐ行ってあげてくれんか。こちらの方は休んでも構わない。僕も後からすぐ行くから。
どなた？よ。なんかよ。いや、ずっとそこまで来たからね。うん。あ、有島先生、亡くなったんですね。惜しいことしたよ。もう、かけたまえ。うん。前からだいぶ悪かったのか？いや、とても元気だったんだがね。研究所のためにも、もう少し生きていてもらいたかった。本当に惜しいことしたな。君も何かと大変だろ。ああ、もうすっかり片付いたのか。まあ、大体ね。あと、出版の仕事が一つ残ってる。出版？うん。先生の実質や寄稿文をまとめて本にしてね、一人間に分けようってんだよ。それはいい企てだな。あれか？うん、随分あるよ。そうだろうな。だから今のところ研究所の仕事とこの編集とでなかなか忙しいんだよ。じゃあ俺も少し手伝おうか。あ、君は金持ちだから出版の方手伝ってくれ。よし、君たちの方に差し支えなければ出版社の方は俺が引き受けてる。そうか、うん、じゃあ頼む。何しろ俺たちの方は金にはどうも縁が遠いってね。君のような理解や福祉家が現れるのを実は待ってたんだよ。おい、東急におだてるなよ。いや、本当だよ。よく見えるでしょ。おはようございます。おはよう。先生、おはようございます。おはよう。おはようございます。お、おいかも。今日も暑くなりそうだね。ご厄介になりました。ああ、いよいよお決まりになったそうですな。ご栄転でおめでとう。ご栄転は恐縮だが、まあこれからは君に何と言っても大陸だい。北京の方に来たら寄ってくれたまえ。反対するよ。いや、いつご出発ですか。まあお互いに忙しいってことだからご心配あらず。まあ今回一層のご奮闘になる。じゃあ、いずれ。もう、どうですか。いや、どうも。いや、大丈夫。
ね、君。君、泉春江さんとして知ってるだろ。ええ、女学校で同級でしたわ。どうしてご存知なんですの。僕の親友の妹なんだよ。偶然君の噂が出てね、ずいぶん懐かしがってたよ。それでね、はい、あそこに避けたことじゃん。これもっと大きいの。これそうだよね。え、そこのカード片付けなさい。水泳の選手だって。一度どっか泳ぎに行こうか。ぜひ。水筒水を好きなんです。エリコ。まだお母さんに言ってもわからない。だってお母さん無理よ。何が無理。どうして先生と話しちゃいけないの。いけないと言ったらいけないんですよ。素直に言うことが聞けなければもうここに来てはいけません。お帰りなさい。どうしたんだ。いえ、何度もあります。どうぞほっといてください。先生が優しくしてくださればかえってエリコはわがままなの。困ります。どうしたの。何を叱られたの。先生、私困ってしまいますわ。何が。お母さん、研究所のお仕事のほか一切先生と口を聞いちゃいけなくて。エリコ、及川君、何だって君はそんな頑固なこと言うんだ。でもここは神聖な研究室でございます。エリコはすぐそれを忘れて無駄口を聞いたり笑い声を立ったりするんでございます。いや、それぐらいのことは君どうだっていいじゃないか。こんな娘さんに研究にばかり興味を持ってたってそれは無理だよ。無駄口だって僕の方から話しかける場合が多いんだ。僕が話しかけりゃこの人だって話もするし笑いもするよ。それがいけないんでございます。いや、いけなくないよ。そのために仕事がどうなるってもんでもない。いえ、余計な無駄足がお仕事の邪魔にならないはずはございません。僕も一緒に叱られてるようなもんだね。いえ、この子物のけじめというものをすぐ忘れてしまうんです。受験になれないと言います。先生が優しく言ってくださればこっちにして。いや、しかし君、若いもんにそんな厳重なこと言ったって。いえ、これまで他の女子たちには冗談したとおっしゃいませんでした。職場にいたずらみかなんかされるのもこの子が不注意だからでございます。
違うよ、ここじゃないよ。見えないで休み。はあ、あなたはもうこちらへは参ります。そう、よしたの。はあ、はい。あ、どうした、噛まれたのかい。ほんのちょっと。消毒しとかなきゃいけないよ。とてもいい本になったね。うん、車の中で色読みしたのはなかなか面白いね。そうだろう、うん、有島博士は臨床報告にもどっか文学的な香りがあったみたいなんですね。はい。はい。どうしたんだ。いや、なんだ。こんにちは。あ、できたよ、こんなにいっぱいに。ああ。ハサミ貸してください。あ、そこにあるよ。アイスクリーム召し上がれませんか。あ、
どなた？先生。お、君か。今頃どうしたの？入ってもようございます。まあ、とにかく入れたまえ。しばらくここに置いてください。え？一体どうしたんだ？先生にお手紙差し上げたことがわかって、お母さんにとてもひどく叱られました。そうか。私、あんなにひどく叱られたこと初めてですわ。ぶったり、物投げたりするんです。できなくて、そっと逃げてきました。先生、なぜお母さんはエリコが先生と親しくするの？あんなにまで嫌がったり怒ったりするんでしょう。僕にも全く意外だが、長い間の君と二人きりの生活であんな風になったのかもしれないね。それにしてもあんまりひどいですわ。今までもよく叱られたの？いいえ、今まで一度だって叱られたことありませんわ。エリコが研究所行くようになってからですね。それも先生のことですと、まるで気が違ったかと思うほどですわ。どういうわけだろうね。私、お母さんがそんなにすればするほど一層先生を頼る気持ちが強くなります。ね、先生、お願いです。エリコをこのままここに置いてくださいまし。よろしい。じゃあここにいたまえ。まあ嬉しい。及川君に会いに行ってくれ。どうしてですの？仮に君を止めるにしても及川君の許しを受けなければ僕の気持ちが済まない。話をきちんとしてくれよ。もし及川君が分かんなければ2日でも3日でも膝詰め談判をしてくれ。君はその間食事は下の食堂でして僕のサインをしておくがいい。ご飯なんていりませんわ。私いつまでもここで待ってます。飢え死にしても。どっちにしても僕は君を殺すようなことはしないよ。本当先生？いい。僕だってこれ以上エリコが苦しむの見捨ててはおけない。じゃあ待ってたまえ。お母さんを連れてきたなんかなさないでね。そんなことなすったらエリコは本当に死んでしまいますわ。大丈夫だよ。もう中から鍵をかけてね。待っていたまえ。
れ子はないと思う。みたいな人間に大事な娘をやれないって言うならそれで見たけど、それでもダメ。じゃあ何だ、さっき二人が真面目だと言うのか。なるほど、僕たちは短い間普通にしたし、しかし君が心配するようなそんな浮ついたもんじゃない。どうしても僕たち二人を許すことができないというなら、その訳を言ってくれたまえ。じゃあ君はただ訳もなく僕たちが反対してるとしか思えないね。だから君の母としての愛さえ疑いたくなる。それはあんまり。いや、君の態度は。いい。どんなに悲しく思いましたか。そう申しましても、その頃の私の気持ちをご存じない先生にお分かり願えないかもしれません。博士を誰よりも尊敬しておりました。私はして愛をはるかに越した気持ちでした。博士を慕いもしておりました。私は有島先生のための一生長くても惜しくないと思っておりました。その私に与えられたのがあの子のかりそめと母親になることでした。私は博士の名誉と研究所の信望のためお受けしました。その景色、有島先生でさえそういう不倫のことをなすったんでございます。何誰を信じ、
誰を慕うことができましょう。その時及川さんの人生観は変わってしまったのですね。先生のお嬢さん。もうどうも誰も知っておりません。博士もお亡くなり、その父も亡くなりました。知ってるのはもう私だ。エリコだったら私を真実の母と思っております。エリコの名前で定期的にしてくださる。その上は私の生活の保証までしてくださる。しかし今の私には安心のできないことがございます。私の毎日のことながら、エリコは名もない及川初の私生児としても残されるのでございます。女の浅知恵にすぎませんでした。エリコはどうやらお目にかかるなりあなたをお慕いする様子が見えました。私は自分の過去の記憶から一途に恐ろしい因果を感じました。エリコが先生に恋をして、その結果エリコはまたこの及川初と同じように一青の先生を思い続けたの。結局女の幸福も知らないで私のように年を取ってしまうんじゃないかと、そんなふうに思い込んでしまったのでございます。私は何とかしてエリコをあなたから引き離そうとしました。エリコを私と同じ道に踏み迷わしたくないと思ったからでございます。でも先生、私は今夜という今夜、指定を超えて愛と犠牲でここまで育ててきたエリコにまで捨てられてしまったんだこと。私はエリコを羨ましいと思います。エリコは愛して思った通りあなたのもとへ飛んでまいりました。私にはあの十分の一の真似もできませんでした。今の私ならあるいはありしません。私のこの気持ちを訴える術もございましょうが、ありませんではあの通り何のご意語もなく突然お亡くなりになってしまいました。エリコをどうしろとも、ましてこの及川どうしてと。
どうでした？よく話をしてきたよ。とにかく君は帰らなきゃいけない。お母さん十分君を理解してるんだからね。まあ理解してるならあんなに私を叱るはずありませんわ。いや、及川君は僕たちが今までに考えていた10倍も20倍もいい人なんだ。決して君に邪険なんではない、薄情なんでもない。本当に心底から君を愛しきってるんだ。いいえ、いいえ、そうは思いません。エリコ、お母さんを信じなければいけないよ。お母さんの愛に比べれば僕の君に対する愛情なんか、あるいは軽薄だと言ってもいいくらいだ。僕は君を育ててきた及川初の犠牲の美しさに打たれたんだ。人間の愛情の深さが分かった。ねえ、とにかく帰りたまえ。君は帰ってお母さんの愛情の中でもう少し大人にならなきゃいけないんだ。分かりました。そんな言い方じゃ君は本当に分かっちゃいない。反抗してるだけだ。ええ、反抗してますわ。だって先生、お母さんの愛情の深さが分かったとおっしゃっても先生お一人で分かってらっしゃるだけじゃありませんか。いや、いえ、現にエリコはそんなに叱られる理由もないのにひどい折檻をされて逃げてきたんですか。あれが悪意でないで何でしょう。いや、そうじゃないんだ。お母さんはね、どこから来たか分からない風来坊に騙されてエリコを産んだように、エリコはまた僕に騙されやしないかとひどく苦に病んだんだ。そんな、そんな。二木は人情に遠い科学者で女の心の分かるような男じゃないと睨んだって。エリコが自分と同じ辛い道に踏み迷うのを及川たちは恐れたんだよ。そんなこと言われて先生は何ておっしゃったの。すぐ降参しておしまいになったの。行くじなし。行けない。僕の言うことをもう少しお聞き、及川君は僕の気持ちも聞いてよく分かってくれたんだ。やっと僕たち二人のことを許してくれたんだ。え、許してくれたんですって。僕が真剣に永久に愛してくれるならエリコを今夜からでも差し上げますって言ってくれたんだ。先生、それ本当？本当とも。あの人はそれを言うのに精一杯だ。一人ぼっちになる母親の寂しさと愛しきった娘に対する大きな愛だ。泣いて泣いて言い終わった時にはあの人は声を上げて泣き伏してしまった。愛に比べればまだ足元にも追いつけない。僕たちはこの愛情をもっともっと修練して誰にも負けない愛情にまで高めなければいけない。だから今夜はエリコを返します。僕はそう言ってきたんだ。分かった。分かった。分かったら帰ろう。僕が送ってたんよ。お母さんがまだ寝ないで君を待ってる。すいません。
さらないといけませんね。エリコ、それさえ考えば一人で帰れますわ。現金だね。やっぱり送っていただくわ。どうしたのか、バカにもするですね。どうしたの？病気になりました。病気？これ月経じゃなかったの？どんなふうなの？何ですか、だいぶ熱があるんですの。それに指の傷が痛むって、指はろくに眠りませんでした。指の傷？え、その時んじゃないかな。その時のって何だよ。この間モルモットにちょっと噛まれたんです。そいつはストレプトコッケンの。そうだ、すると危険だぞ。消毒したはずだから大丈夫だと思うんですよね。ちょっと行ってみたのよ。いえ、研究所の方にご心配かけちゃいけないって言ってました。そんなこと言ったって、もし大変なことになっていけないから。大丈夫、ここ片付けて。そうだよ。まあ、心配しろじゃないよ、君。すみませんけど、どんな様子だかおっしゃってくださいませんか。あ、え、まあは、あ、あ、そうですか。わかりました。すぐそちらに参りますから。あ、君、車庫行って寝台車です。それから、木本君、駐車券。急性肺血症を起こしたらしい。そうですか。Sure.
生、大丈夫でしょうか。さっきの注射で胞子を刺したようだ。安心はできない。先生、エリコ一緒なの。どうかお母さんを助けてください。一生懸命やってみて。君は少し休んでた方がいいだろう。いいえ、私ここにいます。及川君、どう気分は。さっきよりいくらか楽になりました。しております。会社の件があるよ。出場の経路から明らかに職務上の障害なんだから、病院で十分の手当てをしており、社長から許可があったんだよ。ありがとうございます。おいかはって一生の名誉でございます。でもどうしてこんな愚かしい試着をしたんでございましょう。こんなことになるんでしたら、せめて先生ご研究の横瀬の親の役に立って死にとございました。美香君、残念でございます。あんまり興奮しないと、話をしないと。もう助からないことは私も分かっております。お母さん、一緒のあるうちに先生に申し上げておきたいことはございます。先生だけのことみんな外へ出てもらってください。荷物も板関さんと用意して。先生もうどうぞ、それより早くみんなに出てもらってください。エリコは？エリコの聞きたいことも聞いてくださいね。エリコのお父様のこと。誰もいませんか。先生お一人ですね。うん、僕一人だ。先生、エリコの身の上、先生にだけ打ち明けまして本当に良かったと思っております。あれを言わずに死にましては、私どうして死にきれましょう。でもエリコにはどうぞすぐにおっしゃらないで。エリコが本当に先生によって幸福になるまでは、やっぱりこの貧しい及川初の誠司だということにしておいてください。分かってる。心配しなくても大丈夫だよ。先生はエリコを本当に有島博士の忘れ形見だと信じてくださいますでしょうね。信じてると思う。ありがとうございます。及川初は44歳の今日まで純潔を守りとしてきた甲斐がございました。
先生、エリコも私のようなものの子でないし、事実ははっきり知っていただくといやんまいったの。私、改めて先生にお名前はございます。言ってごらん。落ち着いて、静かに。何でも遠慮なく言ってごらん。安心をし、必ず君の希望通りにする。あ、エリコを呼んだ方が良さそうだ。先生、及川ハルトは処女でございます。誰だ？あ、先生ですか。どうもすいません。
まだいたの？ええ、もう終わったんです。どうだったんですか？森川君の言ってた通りだった。そうですか。すると、エリコ君も森川君の娘だって。まあ、それについてはいずれ君にも話す時が来る。それまでは君一人の胸に収めておいてくれた。少し休みたいんだがね。え？休暇をもらって旅行でもしようと思って。頼むよ。本当にいいお母さんだったね。私まだお母さんが死んだような気、どうしても死なんです。そうだろうね。これで東京帰ったら英子って迎えてくれるような気がしてならないわ。大丈夫だよ。あそこに光ったら取ってこないでよ。